で中学まではずっと徳島。徳島です。じゃあもうずっと同じクラブで。ずっと同じクラブで教えてもらってる人も一緒で、でその教えてもらってる人の家に卓球場っていうか、まあ卓球台があったんで、はい、もうメインはそこで、うんうん、でも学校の部活も結局中学校も公立の中学校なんで、はい、結局顧問の先生も卓球経験者じゃなかったりとかもするんですよ、うんうん、だからもうあと僕らでやっておきますみたいなこと言いながら、なんかもう本当に中学校の部活みたいな感じでやってて、その部活終わった後に夜8時ぐらいからそのクラブでしっかりやってたみたいな感じですね。小中の間で転換期とかありました？中学校の時ぐらいから、まあ、やっぱ全国である程度のところまで行けるようになって、まあ、小中で行けるようになった時にはもっと、まあ、強くなりたいというか、もっとその、まあ、徳島を出てやりたいなっていう気持ちは芽生えてましたね、うん、中学校だし、その上を目指すんやったら正直その頃の当時の徳島じゃ残ってもしょうがないと思ったんで、やっぱ外には出たいっていう気持ちはあった、ありました、うん、今のところ多分視聴者何の参考になってないでしょうねでも本当、でも僕の卓球のそれこそ転換期はでも高校入ってからでした。だからだ、やっぱガラッて変わっちゃってね、180度。そっか、じゃあそこまで待ってください皆さんだって小学校で上にいても中学校で下がる人もいれば、はい、上がる人いるじゃないですか。はい、でも中学校までサーブだけで勝てた？いやー、だから高校まで本当に卓球に対しての考え方がすごいぬるかったというか、だからずっと卓球好きで楽しくてやり続けられたのかもしれないですね。まああったっすね、うん、だから中学校に上がるまで卓球やめたいって思ったこと一言一回もなかったんですよ、やっぱり、うん、やっぱ卓球は楽しいし、でやっぱその環境としても徳島でもちょうどその頃自分の同級生とか、うん、自分の一個上とかで結構やっぱ勝てるか、ま、勝つか負けるかみたいな人結構いっぱいいたんですよ、うんうん、だからそこに勝ちたいとかっていうんで磨いたサーブとか、うん、やっぱその磨いたことっていうのは結構あって、まあ、それが中学校のところまでは結構通用してたし、ある意味そのいい意味でその成績を残してたけど天狗にはなってなかったんで、常にハングリーというか、まあ負けてもともとじゃないですけど、うん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 、もう思い切っていけみたいなぐらいの気持ちでやってたんで、まあでもそこは結構やっぱ大事だったんじゃないかなと思いますね。で、まあ晴れて高校に外で出るわけじゃない？ちょっと出ますね。大阪の方に。上の宮。上の宮。その時ちなみに監督は川野先生です。で、川野先生の家に下宿してました。ああ、そうだね。はい、うんうん、僕が知ってる川野先生は、はい、あれですよ、やっぱり優しくて面白い川野先生。あ、そうですね、間違いないです、はい、あのジュニアでね、はい、あの海外戦とか行く時って大体男子ジュニアの男子チームの監督って川野先生だったんです。そうですね、僕でしたね。だったんで、すごい面白い、はい、いいね、はい、そうでしたよ、本当に。そうですね、うん、ただ、すごい選手でした。一緒のチームで上宮の選手が、まあ、僕と同じ人いたんですよ。はい、まあ、お世話になったクラブの息子さんですよね。はい、はただ一人だけガタ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 しましたけど、はい、そこでまあ180度変わったっていうのは、もう卓球に対する考え方が変わったんです。変わりましたね、やっぱりその今までやってきたやり方じゃ勝てないなっていうのが、やっぱ胃の中の蛙じゃないですけど、やっぱ四国で勝って全国で行ってっていうのを、やっぱり高校になった瞬間にはやっぱりみんなストイックでやってる人もいたりとか、環境行った環境も本当にストイックだし、監督の家に住んでるしっていうのもあって、本当にだからいい意味で卓球だけのことを考えれる環境に一気になったんですよね。はい、だから今となればやっぱりそれもすごいプラスだったし、結局サーブを結構強みとして持ってたんで、上宮のその頃の卓球がサーブ3球5球、はい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 、もうそうじゃないですか。そうですね、もう今までの伝統の、ね、うん、今の上宮は結構両ハンド振れるっぽいですけど、うん、もうその頃僕らの時でもまだオールフォア、うん、サーブ持ってオールフォア、サーブが台から出てきたら絶対かける、うん、はい、っていうもう卓球の、まあ言ったスタイルなんですよ、うん、だからそれがやっぱすごいあって、もともとサーブに自信があったというか、サーブを持っててのところプラス、やっぱりその今までは中学校までは、まあ、負けてもまた次あるよとか、まあ勝ったらよかったねっていうところから、
もう負けたら次出番がないとか、うん、やっぱ同じレベルの子たちがいっぱいいるっていうところで、ねうん、でも期待してもらってるから出してもらう、うん、でもその分書かなきゃいけないっていうプレッシャーっていうのをだんだんやっぱ感じるようになって、でもそのプレッシャーの中で勝っていくためにとか、その高校でどんだけやっていくか、でもう背負ってる看板の重さが変わったんで、うん、伝統校っていう、今までは地元のクラブチーム、地元の中学校の名前だから、まあ、そこまで重みはなかったですけど、やっぱ伝統校に行った瞬間の重みはやっぱ全然違いましたね。そのプレッシャーに押しつぶされそうになったことはないですか？あります。だからもう高校では本当に卓球何回やめようと思った。おお、初めて来た。初めて来た。やっと来た。初めて来ました。なんでこんな状況までになってまで卓球続けてるんだろうってやっぱ思っちゃいましたよね。そこをなんか乗り越えたきっかけというか、まあ、負けず嫌いっていうのはまず前提に置いといた上で、はい、やっぱりそのどうですかね、でもやばいかい、やばいな、これやばいかいになりそうだな。やばい予感がする。あんまりね、今ね、高校の頃を思い出そうとしたらね、拒否反応なんか、でも なんだろうね、なんかルーティンを持って克服する人もいればさ、はい、なんかもう誰よりも練習したって思うぐらいバカみたいに練習したりトレーニングして、それを自信に変えてプレッシャーを跳ね抜けた人もいれば、はい、なんか違いそうだもんな。なんかあるじゃん、なんかあるでしょ。はい、なんか。だから僕は、だからやっぱりその昔の、やっぱその高校とかって、やっぱ結構そのまあバチバチに縛りかれてたっていう時代もあったじゃないですか。ありました。そういう昔は、今はもう絶対ですけど、昔もそういう時代があった時に、僕もまあだいぶ緩くはなってたんですけど、でもやっぱその甘やかされてやっぱり小学校中学校いたから、うん、やっぱビビリっていうのもあって、はいはい、だからそれを受けたくないっていう、あーなるほど、っていう気持ちでこれ負けたらやばいやばいやばいと、うん、っていう重みを持ってプレー、だから集中力は半端なかったと思います。あ、恐怖心はい、もうそっちが勝って、はい、そのおかげでプレッシャーなんかこっちに比べたらみたいな、そうなんですよってなりましたね。やばい、マジ参考になる参考になる話が社会人にならなきゃできないかもしれないそうなんですよ。でもほら YG をやりだしたのってその時から。 YG は高校からですね。1年か、高校1年生の冬ですね。夏終わって、ジュニア前、選抜前ですね。あ、じゃあジュニア終わって選抜前ぐらいの時に、じゃあ浜川選手の田村ジュニアは YG サーブについてっていう回を作ろうと思ってこいつも待ってください。